ましょう。ようこそ三浦恋の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。まずすいません、冒頭なんですが、無事東京に戻ってこれました。ありがとうございます。多くの方に心配おかけしました。まあまさかね、台風直撃になるとはということで、まあなかなかない経験をさせていただきましたが、引き続き東京で頑張っていこうと思いますけれども、これにこいつ大阪にもまた行くので、もし時間があったらまた多くの方と会いたいなと思いますということで、もう見ていただくとお分かりの通り、2023岐阜県ラグビー祭ということで、総決戦、春の総決戦は岐阜で行われました。いいですね。この前もお伝えしましたが、こういうね、まあ、高カードっていうか、人気のあるカードを地方で春やるっていうのは僕大賛成なんで、ぜひぜひということですね。で、今日のタイトルはこんな感じです。春の総決戦、岐阜県26対17ですね。なんですが、今日はちょっと KO 目線でやっぱりやらさせてください。秋までにこの9点差を埋めてくれと。いう思いを込めて動画撮りますが、埋めれるという感じもしました。で、僕はあの KO 判なんで、いやでも見て思いましたね。可能性感じました。まあなかなか勝てないんですけど、今年ぜひ、早稲田に勝ってもらいたいなと思います。でね、いろいろポストありましたよね。日本一有名な、これ何て言うんですかね。なんか調べても出てこないんですよね。ダンガラの戦い。ちょっとよくわかんないんですけど、1922年から数々の激闘を繰り広げてきた早稲田と慶応義塾大、この両校が歴史とプライドをかけて6月4日、決戦の聖地、岐阜で戦うということでね、お疲れ様でしたと。まあいうところで、結果は26対17ということになります。スポライブ。の画像を持ってきました。岐阜メモリアルセンター長良川競技場ですね。岐阜とかね、行けたのかな今日。まあちょっとよくわかんねえな、もう。すいません。で、メンバーはこんな感じでしたね。勝谷選手、佐藤健二選手、亀山翔太郎選手、怪我大丈夫か、ちょっと心配だぞということと、栗田選手、細川選手、池本選手の、長島選手、今年超キーマンですよね。村田慎吾選手ももうね。で、宮尾選手、伊藤大輔選手。で、矢崎君はもう、堂々の貫禄のスタメンですね。で、野中選手、岡本大輝選手、岡本選手いいですよね。で、細谷選手、久富蓮太郎選手がフルバックと。で、リザーブはこんな感じで。で、慶応はですね、成田選手、中山大輝選手ね、もう中心人物ですね。で、岡キャプテン。で、藤井選手も、ね、頑張ってますよね。うん、で、下校ライオン選手、良かったですね、今日ね。で、樋口選手、で、田沼選手、いいっすね。鉄、かっけえ名前が。で、富永選手ね、もうなんか中心人物になってきました。で、橋本選手、長山選手の松田選手、期待の1年生ということですね。爽やかでイケメンですね。で、三木選手と山本大吾選手がキーマンだね、やっぱね、慶応は両センターね。で、大野選手、ハイボール強いということと、アンダー20、今の選手と。というところでね、行いましたと。ああいう感じでしたね。で、三浦の雑感で言うとですね、残り数ヶ月9点差をぜひということで、まあちょっと厳しい言い方すると、すべての面で早稲田が上回ってる印象がありました。だからどこが上回ってるというよりも、総合力がもうちょっと現時点では早稲田の方が上かなと。いうところなんで、正直言うとですね、もっと点差がついてもおかしくない実力差には感じました。だからの KO は強いと。そうなんですよね。結構そういう、試合でも前線したりロースコアに持っていけるのが KO の強さなんですけど、まあ、とはいえね、やっぱ勝たないとっていう感じはしますけれども、どこがっていうよりも精度、特にハンドリングスキルですねが、やっぱり、ちょっと早稲田の方がはるか上いってるかなっていうのと、まあ、セットプレーに関しても慶応の精度が低いのか、それとも早稲田の方がいいのか分かんないですけど、まあ、ちょっとここも厳しかったかなと、まあ、いう気はしますと、ああいうところですね。で、やはり相手チームの強度が上がると慶応のハンドリングミスは目立ち出す。そう、春季大会の最初の方の動画で慶応をちょっと分析させていただいた動画でですね、もう例年なくハンドリングスキルがいいっていうところがやっぱ期待だと、まあ、いうことを、まあ、覚えてたら嬉しいんですけど、お伝えしたんですが、で、やっぱりそれって相手ね、
で変わるもんなんで、やっぱプレッハイプレッシャーの中でのやっぱハンドリングスキルっていうことになってくると、あの慶応が上位チーム来るためにはやっぱもう1ランク2ステップ上、ちょっとハンドリングで、慶応はなんだかんだもう本当みんな真面目で愚直にディフェンスもやりますし、規律もいいですから、だからハンドリングがいい台がやっぱ強いんですよね。だからそこはちょっと、お願いしたいななんて思います。でも一番良かったのはフォワードのピックアンドゴーですね。ピックなんか全然違いますが、のピックアンドゴーやポイント近くのフォワードだけのつなぎ突破はかなり魅力でしたね。トライもそうだったし、トライにも行かなかったけれども、田沼選手のトライもそうだったし、トライまで行かなかったけれども、慶応のフォワードのその縦突破はちょっと魅力でしたね。であとはその早稲田に対して30メートルぐらいモールで押してトライしましたね。あれは気持ちよかったですね。でやはり慶応はフォワードがまとまれば相手が嫌がるプレーができまくると、秋までにそこの強度と精度をということで、もちろんバックスも大事なんですが、小柄なフォワードがですね、まとまった時の慶応は強いんで、相部選手の代だったりね、相部選手とか高田晋作君の代とか、やっぱね、まとまると強いんでね、ぜひというところでございます。でやっぱタックルが一つでもミスると得点につながるんですよね。で早稲田がつなげてくると、慶応みたいなプレースタイルはいつだって生命線のタックルディフェンスと、まあ別にその慶応だけじゃなくて日本代表もそうですもんね。ワンタックルミスで相手はもうトライまで持っていくというところなんで、15人が全員ノーミスタックルっていうことですよね。別にジャッカルとかボール奪うまでじゃないにしても、やっぱ捕まえる一発で抜かれないタックルを全員が80分間できるかっていうのが、やっぱ慶応のすごく生命線かななんていうのも今日の試合見て思いました。まあ、強いて言えばですね、早稲田視点で言うと、早稲田はもう完全に慶応への勝ち方を知ってる感じがするんですよね。もうでそこにスコって書いてありますけど、そこですね、そこが好きにもなると思うんで、早稲田に意外性をいかに与えられるかっていうのがちょっと抽象的な表現で申し訳ないですけど、やっぱ慶応が横への展開に自分たちの横への展開についてこないとか、あとやっぱ自分たちが慶応がやっぱ前に出るプレッシャーだから、ディフェンスだからこそ、自分早稲田も慶応戦になると他の試合以上に詰めてくるんですよね。矛と矛の戦いになったり、縦と縦の戦いになったりするって感じ でその後お株を奪ってですね、慶応の自信を喪失させて早稲田が勝つっていうのが結構あるんですよね。すいません、ちょっともう早慶戦マニアなんで、そういうなんか見方もしちゃうんですけれども、まあ、ただ冒頭でもお伝えしましたが、結構早稲田も本気で向かってくれましたし、後半、まあ、ちょっとメンバー変わる、いろいろ変わったりだとか、亀選手の気になるところなんですけど、本当に手の届かない相手じゃないと思うんで、6、7、8、9、10、11月、半年ですね。半年でいかにこの9点差を詰めれるかっていうところかなと思います。もう本当に、もう毎年言ってますが、ぜひ今年は勝ってもらいたいなと。でもその希望を感じるような試合だったかななんて思います。お疲れ様でした。でこの大学ラグビー春の大学ラグビーシリーズは、まあ、注目選手を結構紹介していくというのが結構僕の中ではお約束になってきてるんで、今日もそれやっていこうかなと思います。で今年こそプレーを1分1秒でも長く見たい。いやだからそう、早稲田の1回総滅のあとにやった時に3人紹介したんですよね。で伊藤大輔選手はやっぱ今年の顔ですからね。で伊藤大輔選手が長いんですよね、人気だから、まあ、よかったら前の動画見てみてください。で面白い存在、スクラムハーフとウイングの融合と、いうところで細谷選手だよね。すごい足速いですよね。今年多分ウイングと両方やっていくと思うんで、すごく楽しみだなっていうのと、あと先ほどもお伝えしましたが、やっぱゴツゴツ系 CTB として野中選手とかのそのなんか天才系のセンターとかがいる中ね、岡崎選手とかがいる中、こういうゴツゴツ系のセンターはやっぱ重要なんじゃないかということで、岡本大輝選手をその時は紹介したんですが、 J スポーツのおすすめ選手には入ってないっていうやっぱりもうところなんでね、
てな感じで、早稲田の3人紹介したんですけども、今日追加で2人ですね。早稲田、三浦が気になる選手2人と、ああいうところを紹介したいと思います。まず1人目はやっぱ長嶋さんですね。長嶋副キャプテンですね。今年いろんな意味で本当大事だと思います。去年ね、帝京戦でしたっけ、最後すっごい脳震盪やってましたけどね。もうだからハードタックラーと、ああいうところで副キャプテンということで、今年何かと僕はキーマンなんじゃないかなと思っております。長嶋仁志選手ですね。5歳の時に福岡の、ヤングラガーズでラグビーを始める。東福岡時代には2年3年と花園に出場し、ベスト4に進出と。高校3年の時はセンター広瀬、あ、センターっていうのは広瀬選手と共に共同指導を務めたんですね。なるほど、共同指導だったんだ。で、早稲田に進学し、1年は公式戦の出場がなかった。長嶋選手クラスでも1年ないと。で、昨年は控えからが多かったものの、フランカーとして関東対抗戦5試合、大学選手権も4試合すべて出場と。で、今季スタンドオフ伊藤大輔選手のもと副将に就任し、フォワードをまとめることが多い期待されると。で、リラックスする方法は1人で出かけたりショッピングをしたりすること。今ハマっていることはサウナ巡りだということで、僕の周りもサウナ巡りハマってますがいや、あんなかなり本当にキーマンになってくるかなって感じですね。178センチ96キロ、マイケル・フーパーみたいな体型ですね。ぜひちょっと活躍期待したいなと思います。で、もう一人結構僕去年から注目してるんですけど、池本選手が今回フランカーで出てましたね。この選択肢とかもできるようになったな。で、去年の春確かですけど、聡明戦かなんかの解説で相良さんだったと思うんですけど、まあ、やっぱ早稲田としては一番伸びてほしい選手っていう表現してたんですよね。っていうのはやっぱこの186センチ105キロっていうのがなかなか早稲田としてはかなり魅力な体型だと思います。で、下からの早稲田実業ですからね。だからこの池本選手がラインアウトの中心だったり、やっぱりそのフィジカルとかで引っ張っていけば、っていう意味で相良さんがそうおっしゃったと思うんですけど、その言葉に十二分に応えてるなということで、どん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 池本選手は良くなってるなっていうのを、やっぱ同じポジション目線だから見ちゃうんですよね。だから素晴らしい、今年もかなりいいんじゃないかなと思ってます。小学生の時に千葉浦安ラグビースクールでタグラグビーを始め、中学1年の時に早稲田クラブでラグビーを本格的に始めると。早稲田実業校時代は2年の時に花園出場と。で、早稲田入学後2年までは公式選手は春季大会の1試合のみだったが、3年となった昨シーズンはボールキャリーだけでなくラインアウト、モールなどロックとして大きな存在感を示し、やっぱそうですよね。秋の関東大学対抗戦、そして大学選手権の計11試合で5番をつけて出場と。今季も早稲田大学のセットプレーを支える人となろうということでね、ブラインサイドフランカーまでやれるようになったらもう鬼に金棒ですよね。早稲田実業校時代、花園には前首相のフランカー相良雅彦、3年生の森谷大成らと一緒に出場したと。父池本信正さんでいいのかな、氏も早稲田大学でフランカーとして活躍。へえ、そうだったんですね。尊敬する選手は元オールブラックスのソニービリー・ウィリアムズセンターと。なるほど特技は鶏ハム作り。なるほど、いろいろツッコミどころ満載な感じがしますが池本選手面白いですね。ぜひ、引き続き応援してます、頑張ってくださいというところですね、早稲田は。とで、じゃあ慶応は1回目なんでやっぱ3人やりましょうということなんですが、なんとね、 J スポーツのその紹介ページないんですよ。私この試合でもう、でっていうか去年からずっと見てたんですけど、田沼エーテス選手ですね。もうめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、いいフランカーだ。もういや、久我山やっぱ最高と、ああいうところで、まあ、田沼選手はもう今年要チェックですね、慶応。で、ちなみに J スポーツの、なんだ、ツイッターとかでもですね、田沼選手が強靭なフィジカルを生かした突破からトライを奪い、反撃ののろしを上げるということで、さすがに動画は載せれないんですが、素晴らしいトライをした。っていうような、田沼選手は今年ちょっと期待なんじゃないでしょうか。で、去年ですね、ラグビーデータベースさんちょっとお借りしてますということで、B グループの春季大会では、まあ、これ後半からですよね、この15分、15分、12分ということは、だから42分と。で、関東大学対抗戦もやっぱり2試合しか出てなくて、しかも7分、11分だから、まあ、後半からですよね、背番号20って書いてありますね。で、明治、最後の、対抗戦
の、あ、最後じゃない、対抗戦の時明治が一応フル出場だったんだけれども、このスコアでかなりね、ここは田沼選手が相当自分にも責任感じたんじゃないかななんていうような気がしますけれども、だから今年もっと試合時間をとにかく増やすことが田沼選手が今年必要なことなんじゃないかなっていうことなんですが、皆さん要チェックしておいてくださいと、まあ、いうところになります。で、続きまして同じ久我山つながりということで、笹仁吾選手も紹介しましょう。いいんですよ、ウイングで本当に。5歳の時早稲田クラブでラグビーに出会った。中学から國學院久我山中学校に進み、高校はそのまま久我山高校に進学。しかし高校3年時は東京都予選の決勝で本郷高校に敗れて花添の出場はなかったと。厳しい代だったですね。で、慶応へ進学はスピードに長けたウイングとして2年から控えながら対抗戦6試合に出場。昨年は春季大会に11番をつけ3試合に出場し、対抗戦では4試合、大学選手権も1試合に出場するなどウイングとして活躍した。さっきの対抗戦でトライを上げれなかった悔しさを今季は晴らしたいところ。チームメイトセンター永山は中学からチームメイトですよね。サッサ選手もさっきの田沼選手も似てて、去年かなりだからスーパー あれなんですよね、ブースターだったんですよね。だけど言い方変えるとスタメンになれないかった2人なんですよね。だからその2人がちょっと今年どうちゃんと絡んでくるかっていうところは三浦ちょっと要チェックしたいなと思います。で、先ほどと同じように、見てみると対抗戦はでもやっぱり、スタメンで青学と筑波はフル出場だけど、早稲田と帝京に関してはリザーブで6分8分しか出てないっていう感じですね。で、大学選手権、ま、負けた京さんもリザーブカーで5分ですね。っていうところで、なかなかすげえいい選手なんですけど、なんかスタメン勝ち取れないと、まあ、いったところが今年どうなのかなというのをちょっと要チェックしていこうかなと思います。まあ、強気なランニングとステップスピードキレ、素晴らしいストでも超楽しみなんで、ぜひと、まあ、いうところですね。で、まあ、慶応を紹介するのはですね、もうね、早稲田を伊藤大輔紹介するんだったら、で、明治広瀬君紹介したでしょっていう風になるとですね、慶応の今年はですね、もちろん岡キャプテンももちろんやりたいんですが、やっぱ今年の顔は慶応はやっぱ山田響選手ですよね。もうね、1年からずっと見かってるんですが、もう卒業なんだと思うと寂しくてありゃしねえということなんで、目焼き付けたいんですけど、で、最初スタンドオフで出てたんですけど、怪我から今全然見れてないんですよね、ここ数試合で。申し訳ないですけど、もう慶応は今年山田響選手が出るか出ないかによってもうちょっと全然変わってくるんで、まあ、ちょっと山田響選手ラストイヤー、もう山本海選手、ハード守選手の流れで日本代表見据える逸材だと思うんで、もうちょっと最後目に焼き付けてえなっていうのと、何よりも怪我なく、まあ、春はゆっくり怪我直してですね、秋もうすいません、もうお願いします、全試合フル出場でお願いしますと、ああいうところですね。4歳から大阪教育大学ラグビー部出身で、勝負師の父、お父さんが代表を務める兵庫明石ジュニアラグビークラブでラグビーを始めたと。県内の強豪報徳学園に進学するとウィングやフルバックとして1年から花園のこと全国高校ラグビー大会に出場と。で、2年の時は花園でベスト8に進出、3年の時はキャプテンを務めてましたね。スピードとステップに長けており、高校2年の時に最年少でユース5人の7人制日本代表に選ばれ、銅メダルを獲得に貢献していると。報徳学園高校ラグビー部出身として初となる慶応義塾大学、もういろ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 慶応にね、新しい歴史を刻んでくれてるんですよね。1年からレギュラーのフルバックとして定着していたが、2年時は未経験のスクラムハーフに挑戦した。またさっきは春にスタンドオフを経験するなど、プレーの幅を広げているが、対抗生大学選手権では15番として出場。最終学年となった今年は副将、そしてスタンドオフでもプレーしている。カウンターカーのアタックは切れ味が鋭く、一人でトライを上げることのできる選手で、チームには欠かせない選手だ。さすが斉藤健一さん、その通りと。オリンピック出場を目標にしており、昨年の4月に7人制日本代表のシンガポール大会に向けたメンバーにも選出されるなど、セブンズへの挑戦を続けていると。セブンズに対しての思いが結構あるみたいですね。で、3人兄弟の真ん中で兄は卒業したが、
西大学でスタンドオフとしてプレーしていた、弟もラグビーをしていると、ラグビー一家だというところで、まあ今年はね、岡キャプテン引っ張るところなんですが、我々ファンとしてはやっぱり山田響選手の、慶応の顔は山田響選手だと、これ言わざるを得ないし、まあそうですから、もうとにかく怪我なく、やってもらいたいなと思います。もうラストイヤー目に焼き付けるんで、ぜひ頑張ってくださいということで、早慶戦、春の早慶戦楽しませていただきましたが、いけないことないと、秋いけるぞというエールを最後込めて今日の動画を終えたいと思います。頑張れ慶応ということで、お疲れ様でした。では。